ということで皆さんおめでとうございます。緊急で動画を回しております。というのもこの週末ガチ勢ルーティーン、なんとチャンネル登録者数500人突破しました。おめでとうございます。ありがとうございます。ってことでチャンネル登録者数500人いったやつ、僕見たことないんですよ。こんだけ YouTube のチャンネルがたくさんあって、チャンネル登録者数500人って見たこともないし、なんなら聞いたこともちょっとあるかなと。アメリカカリフォルニアの方で、まあ、1人2人いるんじゃないかね、そういう感じのレベル、そのレベルについにこのチャンネル来ました。もうありがとうございます。これはもう皆さんのおかげ、もうほんとこれ見ていただいて、高評価チャンネル登録していただいている皆さんのおかげだと思ってます。見てくれたはる人の中には京都さんがファン、サポーターの方もおられるし、僕の友達もいるし、僕の親戚もいるし、みんないろんな人、いろんな人がいて、いろんな人がこうもうちょっとずつ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 積み上げてくれて、ここまで来たと思ってます。本当にありがとうございます。ということで今日はね、緊急でポッドキャスト撮っていきたいと思います。でチャンネル開設当初はね、もう正直ね、目標はあったけれども、ここまで来ると思ってませんでした。もちろんね、動画のチャンネル登録者数のスピード感であったり再生回数なんか、僕は本当ノロノロカメさんなんで、全然スピード感ないと思います。でもそれでいいと思ってる。本当に見てくれてる人だけでいいと思う。ほーんまに僕は何が言いたいかというと、このチャンネル500人登録者数、この後僕はチャンネル登録者数1000人行くまでこのチャンネルやめないです。っていうことはですよ、この500人、今いる500人の皆さんは子さんなんですよ。子さん、うん、ということは皆さんにとって子さんとしての立ち振る舞い、これがねすごく大事になってきます。じゃあこれ何かっていうと、もう皆まで言わんでも分かりますよね。みんなまで言わんでも分かりますよね。そう、この500人のみんなが一人ずつ、彼女でもいい、奥さんでもいい、子供でもいい、友達でもいい、おじおばじいちゃんばあちゃんね、学校の先生、担任、誰でもいい、一人ずつにこのチャンネル登録しちゃってと、このチャンネル登録しちゃってしたってって言って、それ言ってくれたら、あれこれ1000人って全然難しいことじゃない。全然難しいことじゃない。うん。これを伝えたい。皆さんに。皆さんの一人一人の積み重ね。これがチャンネル登録者数1000人という前人未到の YouTube チャンネルになる。じゃないでしょうか。これを伝え、いや、ごめんなさい。これを伝えたんじゃなくて、本当に今回は感謝を伝えたくて、この動画回しております。本当にここまで見ていてくださった皆さんと、高評価してくれた皆さん、そしてチャンネル登録してくださった皆さんと一緒に楽しんでいきたいなと思って、ほんでやっぱり平日は僕も会社あるし、皆さんも多分それぞれの現場で仕事してたりだとか、嫌な上司いたりだとか、鬱陶しい同僚いたりだとか、だるい後輩いたりだとかすると思うんだけれども、週末だけはね、サッカーやったりとか、サウナ行ったりとか、スポーツしたりとか、アクティビティやったりとか、家族との時間を大切にしたりとか、そういうところをひっくるめてこんな感じでやっていこうぜっていうのを発信していきたいなと思ってるんで、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。そして何遍も言わさんといてくださいね。子さんとしての立ち振る舞い、それは何かね、隣にいるあなたの大切な人にこれチャンネル登録しちゃってって言ってね、言ってください。ということで本当にありがとうございます。これからも楽しい動画作っていけるようにね、バシバシ上半身していきたいと思いますんで、これからもよろしくお願いします。本当にありがとうございます。チアーズ。よろしく。これからもチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。頑張っていい動画上げていきます。ビガップ、ポン。これね、僕の姪っ子が好きなんで毎回やってます。ありがとうございました。